駒倉部行行絵巻は映画物語巻23、駒倉部の行行の前半部を絵巻化したものである。13世紀後半から14世紀初頭、制作とされる。漢本は現存せず、聖華堂文庫美術館と泉市、久保荘記念美術館に霊本格一巻が分蔵され、共に重要文化財に指定されている。両者は画風や物語の内容から、 同じ薪が分割されたものと考えられる。それ以外に、弾冠と江戸時代後期の聖火堂、久保双本及び弾冠には現存しない箇所を含む模本二巻が現存する。1024年年9月から12月の出来事を記す。9月19日、関白、藤原寄道の火屋院にて駒比べが行われることになり、五一条天皇が行行行。 大宮明子と東宮が行計された。駒倉べの翌日には、ご縁が行われ、和歌が読まれた。10月に入り、中宮の石渡法報道供養を行った。11月に道長は、長谷寺に参経した。随時、久保総本言葉が起源損する聖果道元と、久保総本の側、は、9月14日夜の中宮の行計、19日の東宮行計。 神殿に参集した基人と船遊びまでで、先に述べたあらすじのうち、駒倉べ以降の絵は現存しない。聖火道元は、関東部が焦損しており、そのためカ路ロがすくんでいる。対して、久保相盆は、鮮やかな色彩を保ち、高価な顔料の使用が伺える。言葉書きは、久保相盆の、しじ好きの十九日駒比らいせさせ カンパクトののを下重ねぎくの日へ家の焼きてめとの、マリタリー一段西三十三行のみで、聖火堂元に言葉書きはない。図に、聖火堂元、秋子行形、大宮秋子の行形を描く。九月十四日の夜、火屋院の門前には一両の牛車が止まり、松明を持つ獣舎がいる。門をくぐると、貴人、随身、友人が控える。その奥に、 日はだぶきの重厚な注文があり、中にはさらに多くの人々がいる。そして、邸内の橋を渡り、大宮を乗せた金字に黒で小青い文様を表した、豪華な草加越しが、三十人ほどの2色の上着を着た、従者に担がれ、神殿南側の木座橋に到着するところである。貝の先には、すのこがあり、両側を屏風で覆っており、その先は、水で室内を隠している。 図3、久保総本、東宮加谷院行刑図4、東宮の儀舎図5、久保総本、競馬の前に船遊びを鑑賞する、三日戸ら図6、東宮と、木座橋右に、左大臣寄り道、向かって、左に、右大臣、佐根助図7、三日戸の尊厳を描かない例、旧儀式図画城末29より、大正寺御前、新年の食事をする儀式、1897年。 東京国立博物館像。図8、紫式部日記絵巻より、竜図、劇主戦を見る、藤原の道長図9、春日が権限元気巻により、白川上皇の行行をもてなすため、作り物の鶴が置かれる。19世紀の模本、東京国立博物館像。聖火堂元に引き続き、9月19日午前10時頃の、東宮行景、及び神殿と、庭園。 奇人たちを描く。言葉書きの後、門前の通りは、奇践で大賑わいである。百六の木の字お及び車輪と長江に、放送家紋用が散らされた牛車があり、十人の引き手が長江を支える。後部に黒漆塗りの台頭を持った者がおり、陶具がたった今、下車されたのがわかる。黄金色を帯びた大ぶりの牛は、くびきから放たれている。 平沿いには広で編んだ白地の牛車が2両、並んでいるが、東宮のそれと比べると、管理の違いがわかる。門をくぐると、大二方を召した東宮が、裾の先を太った苦業に持たせ、沿道を進む。邸内に紛れ込んできた一家を、随身が弓で威嚇し、追い出そうとする。東宮が進む先には、霞がかかる。霞の先には、神殿南側と池が一望できる。 神殿おもやには大正寺とそこに座した五一条天皇が描かれている。要望は描かず、膝より上部を紙端で切っている。向かって右側には、上げたたみ状に下根を敷いた上に到着したばかりの東宮が座っている。沿道上で持たせていた裾は折りたたんでいる。神殿周りのすのこにも畳が敷かれ、九行ら九名が描かれている。 川田正幸によると、木座橋の向かって、右が、主の左大臣より道、向かって、左の高齢人物は、右大臣、藤原さねすけという。彼らは、そう混乱にかけ、晴れの日にのみ許された、個々に異なる染め下重ねを見せている。方の文様や、人物も、常実のより道とさねすけのように、若そう、髭の有無や、 武漢のややを描くことによって、個人を識別できるようにしている。帝と東宮が増します。母屋の左右は、すだれに覆われ、その下から、五色の内での衣を覗かせる。神殿の前の池には、橋が架けられ、橋の手前には、船が供用の大太鼓と小鼓が据えられ、池には向かって、右には四道、左には、月騎手の船が浮かぶ。それぞれに櫓をこぐ四人と、太鼓。 小子、小、横笛、七力の奏者が乗る。両船の間には、神殿と綿殿でつながる、西帯があり、そこから池に、ひわだぶきの釣り殿が張り出す。神殿と池の間にある庭には、桜、松、風、菊が植えられ、藤原氏の長き繁栄を暗示する、鶴亀形が置かれる。ひわだぶきの先には、またしても屋敷に紛れ込んだ夫婦と子供を、大従者がいる。 絵巻の原存箇所はここまでとなる。聖火堂元、久保総本以外の段幹は、御用が確認されている。図10、東宮行景の場面。メトロポリタン美術館像。図11、神殿東側で駒比べを見る人々。言葉書き4行あり。クリーブランド美術館像。図12、神殿西側で駒比べを見物する人々。サックラー美術館像。 東宮行刑の場面、幅32.7センチメートル。メトロポリタン美術館像、リュウズ船学の場面、幅32.3センチメートル。個人像、駒比べを神殿東側で見物する人々。一家三様は、聖火堂、久保総領本にはない場面。下三分の一に、競馬場の柵が、左上には、 神殿の巣の公園と神田地名が一人見える。その右に、言葉書きが4行、二十日は、昨日のことを恋しうをほさるる、に赤すめてたかりしことを聞こえた麻痺に、神田地名参りたまえれはあるしのとなも手早や、四声急手、ゴミひきなと参りきこしめし。二十日は、昨日のことをから、言葉書きは駒比べ翌日のことを述べている。幅32.4センチメートル。 クリーブランド美術館像。コマクラベを神殿東側の中島で見物する人々と警備する管理。幅32.7センチメートル。サックラー美術館像。楽書、個人像。木とは描かれていない。手前の種塗り橋遠くの廊が先のサックラー本と繋がる。これら五葉は幅が32.5センチメートル前後であり、いずれも色が汗。 水を被った形跡があり、元は一貫であった可能性がある。また、前二社は、久保双盆と重複した内容であり、その点から、この段幹軍と聖華堂、久保双盆は、別の系統と言える。その中で、メトロポリタン盆ンと久保双盆を見比べると、平素との広盆者横で碁子を被った男二人は、メトロポリタン盆だと一人になっている。両者の関係について、 梅津二郎は、先行ずる、田中市松と水尾広氏の意見に賛同し、系統的な前後関係よりも、むしろ、両本に、共通の素本の存在を、想定すべきとまとめる。対して、上野賢治は、上述の久保相本とメトロポリタン本を比較し、前者に比べ後者は、上述した、エボシ男の描き忘れだけでなく、線に、描写の破綻が見られ、上げ写しではなく、 臨車に見られる、写し崩れであるとし、段官は、久保総本の、忠実な、写し、それも制作時期を南北朝期まで遡らせうる、良質の転写本と推察する。川田正幸は、上の説を支持し、作風から、久保総本、聖火堂本とは、制作年代の下る別本と見られる。とする。図十三。かの守新幕、駒倉部への競馬の場面の,のは、 徳川幕府お抱えの絵師として、江戸城内の将兵画製作の指揮を取る立場だったが、職務とは別に、和漢古画の模写を多くなした。その中で絵巻物が一定数を占め、徳川幕府から明治政府、そして提出博物館に移管された資料だけでも150巻、近くある。そしてその中に、駒倉部模本も存在した。おさの時代にて、駒倉部は、 すでに漢本ではなく、長野部所蔵の弾冠原本、模本だけでなく、かの友川仮の単身ら所有の弾冠も借用して移し、王子の絵巻復元を試み、1830年2巻にまとめられた。その中には、聖火堂元、久保総本及び弾冠御用にも含まれない、駒比べの中心題材である、競馬の場面が含まれている。 ここまで述べた、聖火堂元、窪荘本、五段間補定本、および、駒比べテキストから、上野賢治と小松茂美が、ありし日の絵巻復元案を提示した。関東から順に列挙する。はかなく九月にもなりぬ。関白殿、かや殿にて駒比べさせたまいて、行行、行景、神殿の北、南、西、東などには、皆けあり、大宮、 京国殿におわしますれば、9月14日の夜、やがて火山殿に渡せ急、5区の神立目、天上人、皆物などまいじて、六など急って真かで急ぬ、女房者に十両あり、の場面。聖火堂元、大宮、火山殿に渡せ急、神殿の南の木座橋の妻に、見越し寄せて降りさせ急ぬ、の場面。おなしず月の19日駒くらいせさせ急、 関白殿の,のお下重ね菊の日へきかの焼き手目の、マリタリ、ミカ殿をあしますべき、大正寺、神殿の南面に立ての、御座よそいたり、東宮をあします。宮の女房のありさま、神殿の西南面より、西の渡殿まで、すべて糸をどろおどろしゅう紅葉重ね色を尽くしたり、ヨよヨう,よう船がくども小木で出たり、関白殿のお下重ね菊の日、ヘギかやきての場面。倉え、 馬十番なり、夜恋したり、心事なく見えたり、ことども果てて、夜に、いぎて帰らせたまう。けしとも様々に夜恋したり、神殿東側で駒比べを見る人々。駒比べを、神殿から眺める鬼人。神殿西側で駒比べを見物する人々。楽書。太鼓橋が、サックラーボンと繋がる。やがて宮の味方、玉入り。夜、ふくるままに、 書き使う祭り、五円の様子を描く。ここまでで一巻終了とする。合わせて24紙、約1236センチメートルと絵巻一巻の平均的な分量となる。絵巻に絵師を示す記載はない。明治時代には、平安時代末期の時は三つ長とみなす説もあったが、昭和時代初頭には、高品高金説が有力となっており、アジア、 太平洋戦争終結以降では、1、上下引きを駆使した精密な建築描写、2、明晰な空間の把握、3、濃密な彩色、4、衣装に対応された掘り塗り技法といった特徴が、カス根源延期のそれに通じるゆえ、高品高金工房による13世紀後半から14世紀初頭の製作説が、異論んなく受け入れられている。言葉書きについては、 川田正幸は、太くて平坦な線を貫ねた大ぶりの文字、明快で強さをた,たえた書風と表し、小松茂美は久保壮本一段文と模本を含め、星小二流の著しい影響を受ける書風とし、13世紀半ばの政策とみなす。注文主として、川田正幸は、春日根源元気を、春日大社に奉納し、石管化をしのぐ地位にあった左大臣。 西園寺高校を想定している。小松茂美は、神殿、落選、小族、銀舎、古史等、夕食古日の研究資料として有益であると言及する。久保相本の基人と船学の場面は、平安貴族の風習を表した歴史資料として、高等学校日本史 B の教科書に採用された。旧次男は、久保相本を、 色彩も美しく言うが、あやれへの一語に尽きると例える。秋山光和は、約200年前に記された、映画物語を絵画化するにあたり、後白河法王が制作を命じたと思われる、年中行事絵巻を参考にしただろうと論ずる。川田正幸は、制作を企画した人物、高い技量の絵師を未金に置いていた人物の意図を超え、公家文化の特質を受け継ぐ主要な作品として、 意義づけられると述べる。ありがとうございます。